こんにちは、パンダマです。本日はコースタイルさんにお邪魔しております。コースタイルさん、ご存知の方いらっしゃいますでしょうか。ウェブで展開しているブランドさんで、自分らしさを表現したいっていう方のためのお洋服のブランドです。特徴としてはコースタイルさんにしかないなっていうデザイン性のあるアイテム、ワンピースにしても後ろがリボンで可愛かったり、こういうレザーのスカートにしてもサイドプリーツになってたりっていう個性的なデザインのおしゃれを思いっきり楽しみたい人向けのブランドさんですね。全体的にお洋服がワンパターンじゃなくて何ウェイでも着れるっていうのがすごいポイントになってます。こんな感じでシャツワンピにニットのワンピがついたっていう、これでドッキングしてレイヤードして着るみたいなワンピースとかを展開してるんです。から着回しが大好きな私としてはすごく今日楽しみにしておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、今回はそんなコースタイルさんでひとひねりある個性的におしゃれをより楽しめる、でファッション初心者さんでも着こなしやすいアイテムがたくさんありましたので、神田間の好みでアイテムをいくつかピックさせていただきました。こんな感じでなので、神田間的コースタイルさんで着回しスタイルいくつかご紹介していきたいと思います。それでは、レッツゴー。コーディネートはこのサテンのパンツのセットアップですね。サテンと素材のこの切り替えがもう着るだけでおしゃれ見せしてくれるのと、このサテンボトムもサイドスリットが入ってるんだけど、ロング丈なのでいやらしくならないので女性らしく着れる夏のセットアップですね。でこういう丈長めのトップスってちょっとゆったりして着にくい方もいると思うんですけれども、ここにウエストのマークがあるからここでキュッてしてあげればスタイルアップもしやすいです。今前で締めてるんだけど後ろで締めちゃって逆にちょっとゆったりめで着るのでも可愛い。で私はモノトーンが好きなので全部白黒でまとめました。でこのトップスは他にもこんな感じで、トップスがちょっとゆったりめなのでボトムをすっきりしたものを合わせてこんな感じでラフに、でも足元はヒールで女らしくするコーディネートなんかも可愛いかなと思います。でセットアップのこのボトムサテンなので素材感で光沢があっていい感じなので、上も黒を合わせて黒の素材違いでオールブラックコーデなんかも組みやすいですね。で丈感も長すぎないのでペタンコでもとっても履きやすいみたいな感じでございます。次、ニットのスカートのセットアップです。トップスは透けがあってボトムは後ろのスリットですごく女性らしく着れるセットアップかなと思います。足元もヒールにしてより女性らしくまとめたんですけれども、スニーカー合わせだったりもすごくしやすいかなと思います。こんな感じでサイドにキュッと絞れるところもあるので広がっちゃわないしすっきりと着れる感じですね。で黒なんだけど素材感で遊んであるので簡単おしゃれ見せができるセットアップでございます。でこのトップスは他にもこんな感じでカジュアルなデニムのパンツを合わせてあげると、トップスが結構肌見せで女らしい分ボトムでカジュアルダウンみたいなミックスコーデが可愛いかなと思います。これもトップスの素材感とかディテールがすごい可愛いからオールブラックでまとめました。ちなみに今着たこのトップスは一番最初のサテンのセットアップのボトムと合わせても可愛いです。コースタイルさんのお洋服って本当着るだけでおしゃれが苦手な人も簡単におしゃれ見せができるので、いろんなアイテムと相性がいいものが多い印象ですね。ちなみにこういう単色デニム合わせてもすごい可愛いです。こんな感じで、さっき履いてたボトムはこんな感じでシンプルに無地トップスを合わせて、でカバンにちょっとワンポイント持ってきたこういう女性らしいシンプルなスカートスタイルも可愛いかなと思います。このスカートがタイトなんだけどニットですごく履きやすいので、見た目は女性らしいんだけど着ててノンストレスみたいな感じですね。冬はこれニット合わせちゃってブーツ履いたりしてもすごく使えるかなと思います。
はこのかぎ編みとキャミのワンピがセットになったワンピースですね。これ作りがバラバラなのでどっちとも単品使いができます。これをセットできればこんな感じでラフなんだけど体型カバーしながらバックスタイルがすごい可愛いみたいな感じで、この上のかぎ編みのワンピの方を使うとこんな感じでシンプルなデニムスタイルにキャミソールの上から着ちゃえば簡単にレイヤードスタイルが楽しめます。で、背中が開いたカップ付きキャミをこうやって着ればバックスタイルも夏っぽく楽しめるんじゃないかなと思います。肌見せが恥ずかしい方はタンクトップだったり T シャツ合わせで隠してもいいし、肌見せ大胆にしたいなって方はこういう着こなしがおすすめでございます。で、もう一個のインナーに着てたワンピースはこんな感じでインナーに T シャツを入れてあげればこういう重ね着スタイルが楽しめるみたいな感じですね。すごい着回しが効く、楽しい。次、この素材感と切り替えとすごいデザイン性があるのに着やすいセットアップのご紹介です。このね、黒とベージュの切り替えも可愛いし、ここのね D カンでのねトゥルッと下がってる感じとかもすごくデザイン性があるのに着やすくて、でウエストの位置もちゃんとここで上に見せてくれるのでスタイルアップしながら簡単おしゃれ見せのセットアップかなと思います。でボトムもこの太もも部分はちゃんとインナーが入っているのでこんな感じで涼しいんだけど肌見せも程よくしてくれるみたいな感じですね。でトップスが長めなんだけどすっきりとしたシルエットなのでズルズルしない、逆にズルズルするのが苦手な方とかもこれだったら着やすいかなと思います。でこのトップスの方は他にもこんな感じでワイドデニムからスキニーからフレアからいろんなデニムに合わせやすいです。っていうのもここが斜めに切り替えが入ってカラーが違うので色使いでバランスが取りやすいお洋服みたいな感じですね。でボトムの方はウエストがこんな感じなのでこうやってちょっと長めの無地トップスなんか合わせてあげるとラフな休日スタイルが楽しめるんじゃないかなと思います。難しそうで意外と難しくない、一番簡単なのはシンプルなトップスを合わせること。でウエスト周りが気になるなっていうアイテムはトップスをアウトして着るとこんな感じでラフに着こなせるかなと思います。次、着るだけで簡単にこなれ感が出せるジレのご紹介です。中は今無地の黒のトップス T シャツに下はデニムを合わせてるんですけれども、それだけでも全然シンプルなデニムスタイルで可愛いんだけど、もうひとひねりしたい方におすすめなのがこういうジレ。コースタイルさんのはやはりこの D カンのさらっと垂れる感じもおしゃれ感出せるし、でこの切り替えとかもすごい他にはないデザインなのでおしゃれ初心者さんの方でも楽しめるんじゃないかなと思います。ジレって結構着る季節限られてるのかなみたいな思う方多いかと思うんですけれども、例えばキャミの上に着たりだとか、もうちょっと肌寒くなってきた時はこんな感じでインナーを忍ばせてあげれば簡単にレイヤードスタイルが楽しめます。で今は薄手のインナー合わせましたが、もっと肌寒くなってきたら透けない肉厚の素材を合わせてあげればいいし、今足元サンダルにこう履いていますが寒くなってきたらブーツにしてあげればいろんな季節に対応できるので、ちょっともうひとひねりおしゃれ楽しみたいなとかこなれ感出したいなとかおしゃれに自信ないけど超おしゃれ見せしたいなっていう方はこういうの1枚あると便利かなと思います。でこれは他にもこんな感じで前を開けて最初の方で着たセットアップのニットスカートと無地の T シャツの上にさらっと羽織ってあげるだけで印象がこんな感じで変わってきます。でジレで重ね着をしてるので初秋秋の始まりとかは腕は肌見せしてんだけど足元ブーツにしちゃえば継続して着られるコーディネートっていう感じでございます。他にもこのカーキのものに関してはこういうブルーデニムとの重ね着スタイルも可愛いです。または一番最初の方で着た黒の無地ティーにサテンボトムの上にもこういうジレをさらっと羽織るだけでまたより違った印象のこなれ感あるコーディネートが楽しめるかなと思います。次、レザーの半袖のアウターですね。レザーで一
見強そうなんだけど、後ろがプリーツになってるので意外と柔らかい印象になります。であとこれ合皮なんで、そこまで強い印象にならないっていうのも、合皮って柔らかい素材だからすごい洋服との馴染みがいいんで意外と着やすいかなと思います。というわけでシンプルな T シャツに黒のデニムのスタイルにさらっと羽織って、秋口ですねにこんな感じで着たいなみたいなので組んでみました。カバンもねちょっとねジェードっぽいちょっと秋っぽい素材のものを選んでこんな感じでまとめてみました。でこのアウターは他にも、寒くなってきたらこんな感じで中にこういうデザインの可愛いインナーを忍ばせて、で半袖だから見える腕の感じが可愛い感じでまとめつつ、これが前を締めてベルトもあってワンピース風に着れるのでこんな感じでまとめてあげても可愛いかなと思います。で他にもインナーを全てブラックでまとめちゃって、小物もブラックでまとめちゃって、ここもレザーでここもレザーなんだけど、もうそれをあえて楽しむみたいな、こんな感じのザ強めのモノトーンスタイルなんかも可愛いんじゃないかなと思います。以上というわけでコーディネートの方いかがでしたでしょうか。一見ね難しそうなアイテムもウエストはゴムだったり、あとサイズ感とかもすごい程よくて着やすかったです。でセットで売られているものも単品使いがすごいしやすかったので、1個アイテムをゲットすれば無限におしゃれを楽しめるかなと思います。でおしゃれが苦手な人とかもスタンダードなコーディネートに1個コースタイルさんのをプラスすればグッとこなれ感が出るので、ぜひ皆さんご活用ください。コースタイルさんはですね、ウェブでの取り扱いにはなってるんですけれども、ショールームで商品を実際に見ることができるので、気になる方は概要欄の方をぜひチェックしてみてください。というわけで以上、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。